2020年度子どもたちの心を育む活動、受賞団体一般社団法人ホームステーション大阪府、活動テーマはフードパス平野、子どもの居場所と親の余白作りです。週2日小中学校近くのスーパー泉谷平野店の一角を利用して、みんな食堂と子どもの居場所作り、遊び場提供、補習塾を展開しています。コロナ禍の休校期間であった2020年5月、子どものネグレクトが増え、地域内で食事を取れない、居場所がない子どもたちが急増したことから、緊急支援プロジェクトとして任意団体ことな塾と共催で弁当の配布をスタート。その後7月より子ども0円の食堂にリニューアルしました。誰もが立ち寄りやすい立地は、子どもたちが関係性の貧困により孤立に陥らないためのセーフティーネットとして、また地域の支援者を増やす上でも効果を生んでいます。